二酸化炭素の出ない街づくりを考えて動き出したのですと、これからの子どもたちに世代、どのような環境を見せるのかを最も考えている姿から、そういったことを動き出したと私は捉えている。だから環境大臣として今、私は仕事をしていて、ここに河野さんの応援に今、入って、環境の街づくりを、森河野さんが当選した街づくりは、国民がやっていることを東京都全域に広げてもらうためにも国会議員に復活をしてもらいたい。そうじゃないのか。そして今日は会場街中を見渡すと学生さん子どもたちの姿も見られます。最近千葉県八街で子どもたちの列にトラックが突っ込み、悲しいことに子供たちが亡くなるという事故があります。私も堀幸三さんも子供を持っている親としてもあんなに悲しい。国会議員の私は全国のどこが具体的に危ない通学路かは分かりません。この豊島区でどこの小学校に通う道路がガードレールがないのか、カーブミラーが足りないのか、そして安全対策が不十分なのか、それは